始まりました。世紀のタッグマッチ、ケルセチンゴールド配合のトークチャとタッグを組む超人はもちろん筋肉マンではなく、まさかのレオパルドンだ。思い返すは筋肉性多い争奪編、ビッグボディチームの次鋒としてマンモスマンに挑むも、まさかの試合開始 0.9 秒でノックアウト、わずか3個まで散る超人界歴史的敗戦。しかし彼は戻ってきた、ビッグボディチームのしんがりとして、超人相手にひるまず戦い続けるひたむきさと勝利への執念が強い感動と勇気をチームに、そして日本中に与えた。そしてこの度、まさかまさかの特茶ケルセチンゴールド大使就任。頑張れレオパルドン、日本中が君の活躍を応援している。特茶ケルセチンゴールドでゴーゴー健康超人。